どうも、カスデラ豆腐です。はい、モニクと申します。というわけで今回はですね、引き続きデュエマクラシック遊んでみようと思います。はい、というわけで僕がですね、赤緑ランです。赤緑黒ランです。あ、黒、タッチ黒ランですね。うん、はい、というので遊んでいこうと思います。で、そっちが青タンをちょっと使ってみよう。かたくなに青タンを離さなかった男だね。僕が使ったらやっぱ思い入れが強いんですよ。たとえ分かったとしても僕は青を使ってると思うんですけどね。昔青黒だったんだよね。今やるとしたら多分赤かな。カードプール広いしね。うん、初心者向けが多分赤だと思うんですよ。どう考えても黄色になるんだよな。じゃあ先行もらおうかな。オッケー、どうぞ。ファーおー、なんだこれ。なんだこれ、なんだこれ。すごいぞ。マナカーブとかいうレベルじゃないのよ、これ。え、微妙。え、微妙んですけど。オッケー、変更ドローはないのでアングラクラスターを、はい、マナ、タップしてマニフラー、はい、エンドで、じゃあどうします。マナチャージエンド、はい、ターンドロー。ラベルフィンを引けないと思う、普通なんだよ。うーん、はい、これこの手っていうか、やべえな。これもったいない気がするな。クリスタルランサー、まあ、はい、1コス、マリンフラワー、エンド。はい。じゃあ、ドローします。そう来る？そう来る？そう来る？じゃあ、ロストソウルを、マナチャージして、ターンエンドで。はい。ラブエルフィンを引けないときついのでは？デクだから、アングラークラスターを、マナに。はい。3コスで、アクアハラカス。はい。バトルボーンでターンでカードインフラッシュ。OK です。ロール。安定してんな、この辺の動き。ドローで。ここでこれ引くんですか。マナチャージテンド。ラブエルフィンが引けない。エルフィンが引けないときつい。まあまあまあ。あ、でも相手は所詮ブロッカーしかいないから。そうなんだよね。今こいつに進化しても意味ないんで、クリスタルパラディンを入ります。で、アンタックスの。じゃあ、アクアハルカスでアタックします。はい。真ん中。真ん中。で、じゃあどうします。はい。です。はい。じゃあどうします。はい。くんのっせ。くんのっせは、つれえわ、これ。つれえわ。オッケー。じゃあ、ロストソウルをマナチャージして、はい。イエーイ。イエーイ。めっちゃ、ホリデー。何を言ってるんだ、こいつは。さんまな。はい。製造の鎧で。あ、じゃあ一番上をマナトの指で買っていきます。はい、クズ男ですね。地味にタップしないでおくんですけどね。このマナカス強くない？マナカスコアツに行けないの。はい、あ、どう、次6になっちゃうんだよな。うわ、なんでこういう時にアクアサーファーどうするの。辛いんだけど、アクアハルカスでアタックできるので、はい、アクアハルカスでこれ、はい、めっちゃ速度、絶対入れなかった。エンド。オッケー。お、いいカードだ。ドローで。でも7個ないと多分使えないんでね。ガトリングアイバーンを、さっき取ってたやつだ。取ってたやつだ。5マナ。いいし、5マナ。もう普通にもうなんかブーストする感じですね。アルティメットフォースで。はい、自分の山札の上から2枚表にしてマナーソンに置けるので、はい、イヤリングして整えるんですね。はい。こんな感じで。どうしようかな。ブーストがやる。なんじゃら、きついんじゃ。ここでランデスしてもどうしようもねえしな。まあね。オッケー、タイムで。で、ターンドロー。これ、いい匂いな。マリンクラワー、いきます。はい。さっきからマナ使ってねえんだよな。クロハルカスで真ん中。はい。じゃあ、マリン。これなんだこれ。やろうで。ハンドはめっちゃある。ハンドはめっちゃあるな。ハンド補充さらんってんだ。ハンドポストがあると向こうのデッキも回るんだよな。アナチャージ。何を？ガトリングワイパーね。はい、アナチャージ。ガトリングワイパーだらけなんだけど。どうしようか。ガトリングワイパーだらけってそっちのデッキ的にはいいんじゃないの？フィニッシャーだよね、多分。
5人収容、あ、9。めっちゃある。9、めっちゃあるな。あんないよー。オッケー。2マナでラブイルキン。はい。はい。ね。3マナ。うん。聖堂の鎧で1ブーストします。はい。5マナで、ラブイルキンでコスト1減るので、うん、これでデーモンハンド打ってそこ割りたい。アクアハルカスを割る。はい。大丈夫。OK でーす。高いので3位。おう、合意してこない、してこない。だってブロッカーの方が高いもん。まあね、スタンドロー単に死ぬだけだからっていうと、さあこっから進化するんだよね。リキッドピープル、あ、いないか、いないんだ。じゃあパラディンは警戒しなくていいんだ。パラディンどっちにしろ警戒してる必要なくね。ないんだよね、リキッドピープルいないから。え、違う、そうじゃなくてパラディンってあれじゃん。あ、パラディンじゃない、ランサーだ。ランサーだ、ランサーね。で、そうね、だから7チャージしないと、6マナ。はい。アクアカード。はい。ラベル。ああ、そう、戻す。わかります。そう。で、3位。あれ、ピープルなのきついんだよな。そう。ピープル、リキッドピープルだと進化してくるんですよね、ワンチャン。そうね。オッケー、じゃあ、どうします。はい。はい。オッケー、じゃあ、僕のターンで。マナチャージ、デススモークで。はい。2、4、ロー、ハート、11、11マナ。何でもできるよ、これ。2マナ。はい。とりあえずラブエルフィン出しとく。はい、4マナ。はい。ということは、5発目の方かな。4マナ。あー、それか。バトルゾーンには自分自身のパワー3で以下のクリーチャーを全て持ち主のポーチに置く。で、僕はシールド1枚減らす。はい、どうぞ。はい、お願いします。うわー、デーモンハンドいったー。キッズーシールドがあ、墓地なんだ。墓地ですね。墓地に置くっていう効果なんですよ、灼熱さが。それは辛い。はい。いやー、厳しいですね。まあでも、ここで4マナ打って、マナプライス打って、1個破壊しておきます。ありがとう。マナゾーン、はい、破壊しておきます。オッケー、じゃあ、聖堂の鎧パンチ。オッケー、はい、聖堂の鎧パンチ。シールドトリガー、クリスタルメモリー。何それ。山札見て、好きなのを1枚手札に加えて。ほら。これだったら多分今手札になって引かれるし、ね、でもランス使ってるからね、次のターンランサーまではいけないんですよ。そうだね、うん、絶対ランサーまではいけないから。あ、でもここはランサーをしっかり持ってくるのか。まあそうですね、そうすると2ターン後プレッシャーかけれるんで、うん、まあランサーを持ってくる。ああ、でもストリングシェイバーで手札を止めるんだ。ああ、そうです。ちょうど3体ですね。あ、セイバーか。こういう。だからだんだんカード上がってくるとこういう読み合いになってくる。そうだね。でも相手のマナーゾーンがめちゃめちゃあるんだよな。そうね。もうあのラブエルフィンは引けないって開き直って、マナ加速に移行したからね。ね、聖堂の鎧引くのは遅っと思ったけど。オッケー。オッケーです。はい。じゃあ、サンドロー。はい。さあ、ここでランス生きてくるんですよね。これランサー出して、そのままフィニッシュっていうルートは絶対なくなるので。そうだね。まあ、パラディンがこの戦いでは多分いない。そうですね。ブロッカーはいないですからね。っていう感じがするので。で、1コス、アクアガード。はい。してきた。2コス、スパゲ。ラベルフィン何の恨みがあるの？え？いや、出すだけで2コス払わせるんです。召喚だし。アタック力だし。で、3コス、ストリームシェーバー。はい。山札のカードを上から4枚を準備して、1、2、3。こーら、イルが強い !4 枚。はい。ドロー状態。はい。で、ターン終了。飛ばします。アンタップ、これ。何すればいいんだ。ドロー。次、ラブエルでできたらコーラ力でできときに戻すよ。
もうマダちゃんしなくていいんじゃないこれ。うん、多分やらなくていい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚か。11枚あるので、11枚か。もうラブエッピンいらないんだよ。うん、いらないから。おまな。うん。クソソコ。はい。はい。7マナ。じゃあ、勝手に5枚番で。はい。はい。生徒のレベルを作りたい。あ、こういうとこを取る。バトルソニーいる間なんですよ。はい。他のクリーチャーが、バトルソニーを持ちに行くたびに僕ドローできるよ。で、こうやって、パンチで。はい。はい。はい。生徒のレベルパンチで。はい。はい。そうね。ちょっと辛いな。アクアガードがいかないですけど。ダブルブレイカーでも、ブロックするのは1体でも大丈夫ですか？大丈夫ですね。じゃあ、ファンドロー。だったらシールドトリガーが全部手札に来るんだけど、なんか恨みでもあんのかな？あれだね、青をやっぱ持ってないんじゃないですか。青を使う腕を持ってないんじゃないですか。あ、なんかイラッとする。へぇ、ザバー！あ、なんかイラッとするわ。光ザバー！あ、なんかイラッとするわ。見てください、僕のこの開き直って一生懸命ガトリングワイバーまで行ってるルート。本当にね、アクアソルジャーを回したい。はい。5コス。5コス、あー。ソルスヘッドスタート。あ、そっち、うん、パワー2000以下のクリーチャーを全て手札に残す。あ、やった、マナブースも借りたか。で、ソルスヘッドスタートの効果でアクアカードも出るタイプになります。ブロッカーが、ブロッカーが。ということで、1コスで、アクアカード出します。はい。出しとかないと。次で。死にかかっちゃうから。あー、そう、マナ当たりん。マナ壊された方がいい。エンド。お願いします。はい。あー、どうする、これ。これ打つとこれ負ける、ワンチャン負けるんだよね。負けるまであんだよ。ほう。これ打たないと絶対負けるから。うん。でもそこで一番のもう一枚ひねる、ひねらなかったから、多分いないんだよね。さあ、どうかな。たまら。はい。生徒の上で1ブースきます。はい。あ、ベルト来た。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚と。はい。まず5マナひねって、はい、クズ男で。はい。5マナひねって、はい。灼熱。また出る灼熱。はい。で、パワー3000以下のクリーチャーすると、もうちょっと持ち持ちでください。相手は。またで、クゾ男がいるので、はい、他のクリーチャーがバトルゾーンから墓地に行ったので2枚、2枚いったんで2枚いきます。あー、はい。アイテムです。ただ僕のシールドが1枚消えます。なるほどね。でも、トップ良かったけど、これ、プリパラ、で、これのきついところは、うん、今悩んでたのが、これ、1マナのリキッドピープルがいると、ランサーが入ってるのは確実だから、うん、そのまま死ぬんだよね。そうだね。でもさっき2マナで、なんかリキッドピープル系のユニット出してこなかったから、多分いないんだよね。おー、そう読む。で、Y バーンでパンチ。はい。じゃあ、これで引く可能性もあるんだけど、あ、殴んなくてよかったな、今。あ、でも、それは、ブロッカーは多分いるから、いいのか、合ってるわ。はい、どうぞ。じゃあ、サンドロー。なんで俺これ必死に隠れてるの。5、6、7、7でしょ。アングラークラスターで8枚。8枚でしょ。だから、3コス。はい。アクアチャージャー。4コス。はい。クリパラ。あー、はい、ありがとうございました。いやー、水強いね。俺今めちゃめちゃ頑張ってて。いや、それはマナブーストまで行けたからだって、こっちが事故ってるから。いや、僕さっき、これですよ、これ。さっきマナブーストで、生徒のよりも序盤に来ねえし。なんで中盤以降来んだよ、こいつも。はい、ありがとうございました。いやー、でも、これデッキ分かってくると今度なんだろ、昔なかった、このデッキこれだからこういう影引きってなってくる、ね。うん、こういうのができる、ね。向こうランサーがあるから、ここでランデスして。一回リセットかけたことによって。コスタ止めとけば。うん。ていうか、あんだけ、札流されてる状態で勝ったからね。いや、それだってウィニーだもん。立て直しも早いよ。こっち逆によく俺進化も出してね。青銅の鎧で殴って、シールド全部剥がした。
灼熱はやらない方が良かったんじゃない？いや、でも灼熱はやらないとブロッカーをもう超える手段がなかったから、うん、あれは打たざるを得ないんですよ。手術的に。いや、だってガトリングワイバーまで後半までいけなかったから。12マナもあるのに。いや、向こうが早いから、まあ、そう、込めきれないんで。ありがとうございました。いや、でもなんかこういう戦い方も、面白いんじゃない？懐かしいね。懐かしい。いや、もう必死にどうやって戦おうかなと。はい、どうもね、これ多分実際多分見てるって面白いと思った人多分実際やるともっと楽しいと思うんで、ぜひぜひね、言ったんだろうかな。なんか、地方だと逆にカードが集めやすい。シングルで買えない代わりに、その、なんか、ガバッとオリパみたいなのを買うと結構集まったりとかするらしいので、そう、秋葉とかだと、なんかその1枚、このランスターとかなんかめちゃめちゃ高くなったりとかしてるらしいんですよ。とか、してるらしいんだけど、なんかこういうのが地方だともうなんか10円とか20円の、なんかリサボに普通に入ったりとかするんで、うん、そういうので集めて、なんか都会の方に遊びに行くと面白いんじゃないかなと思います。はい。というわけでですね、興味があったらぜひゲームクラシックの方、なんか詳しく、ググるって多分出てくると思うんで、遊んでみてください。いや、それは動画説明欄に置いてあげて。はい。というわけで、お相手はどうぞ。もも肉でした。それじゃあ、しっかりお疲れ様です。普通に楽しいな。そうね。はい。